皆さん屋上に来ていただきましたけども、ここにあるのはもう、ね、一目瞭然ですけども、ミツバチの巣でございます。で、ここにはですね、今3群のミツバチがおります。真ん中のあたりがちょっとステアになってますので、実質、両端の、2群が、こちらにはおります。で、おのおの名前がついていまして、海側が浜マリンさんで、奥側ですね、山側の方が浜渚さん一家という形です。なぜそういうふうな名前を付けているかと言いますと、ミツバチ箱の中で一つの家族なんですね。箱のあの一箱の中に一匹だけ女王バチがいて、あとみんな、働きバチとオスバチというふうな形になっています。で